酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ハイサワーの、違う、純のハイサワー割りです。うん。ね。ハイサワー。こちら。安定の、ね。賞味期限が、2013年の8月15日という。もう2ヶ月以上過ぎてるっちゅう。ね。状態なんですが。はい。まあいいわ。ハイサワー。お酒終わるならハイサワー。一番搾り果汁。レモンということで。果汁がね、10%。まあこれ何かっつうと、簡単に言うとあれですよね。まあ、炭酸水と果実、いや、果汁、ん？なんていうの？レモン果汁が 10% 入った炭酸水です。ここにね、お酒を割るための炭酸飲料。いろんなお酒と割れる。1対3で割ると。書いてあります。保存料無添加。イタリアシシリー産レモン。使ってると書いてあります。まあ、とりあえず、ね。飲んでいきたいと思います。こんぐらい入れてと。まあ、純もね、ちょっと、飲みたかったんで、純の何か割り、なんとか割りとか、飲んでみたかったんで。でも、ハイサワーは結構有名ではある。と思います。個人的に。うん。これはね、割り剤の、だとかなり有名では。あれ？これもしかして炭酸飲料ではない？あ、これ炭酸飲料じゃなかったんだ。ごめん、初めて知った。炭酸飲料じゃないんだ、これ。もしかして。知らんかった。普通に知らんかった。ハイサワーで。で、ググります。あ、これ炭酸入ってないんだ。つまり、炭酸入ってない割り剤ってことか。じゃあ、乾杯。あ、入ってないわ。びっくり。なんだ、炭酸飲料だともずっと思ってた、これ。ずっと思ってたけど、これ、炭酸入ってねえんだ。ハイサワーというのはですね、白水社という会社が作っている、ものですね。はあ、炭酸飲料じゃなかったのか。まあ、はっきり言うとかなり有名です。これ知らん人ほぼいないでしょ。まあ、いわゆる、うん。うん。まあ、ね、と。結構種類があるんですよ、これ。レモンと、グレープフルーツ、青リンゴ、梅、ライム。とね。全部で5種類。
ありまして、こちらオンラインショップでも売ってますね。うん。だがしかし結構高いんです、これ。うん。俺ぶっちゃけた話。あ、でも、炭酸入ってないのは結構驚きですね。基本的に割り剤ってほら炭酸入ってるもんだから。うん。ああ。ねえ、でも、まあ、ちょっとここ突っ込みたいんですけど、レモン果汁 10% 入ってるじゃないですか。それだったら 100% のレモン果汁、果汁のあの100、ほら、売ってるでしょ。レモン果汁。あれと、普通の水。で、これ代用できるんじゃないか。思うんですけど。どうなんですか？特に味としてもあんま変わらん気するな、これな。てか、サワーってさ、炭酸じゃないんだ。俺、基本的になんとかサワーって、ソーダ系のやつなんだと思ってた。あ、ウィキペディアに載ってる。ハイサワーとは、白水社が1980年に日本で初めてサワータイプ瓶入り焼酎割り飲料として発売した割り用飲料であり、商標登録されていると。発売当時の居酒屋でお酒といえば日本酒やウイスキー、ビールしかない時代に日本ならではの焼酎をベースにしたカクテル用の割り用飲料として開発。なるほどね。イタリア産レモン果汁に炭酸とガムシロップを配合して。あれ？あ、一応炭酸ガスって書いてある。嘘。ごめん、これ炭酸飲料だわ。一応炭酸ガス入りって書いてありますね。あ。すんごい微炭酸。ぽいね。あ、なんだ、びっくり。なんだよ。炭酸入ってんのかよ。ね。炭酸入ってました。うん。炭酸ガス入りって書いてあるわ。なんだよ。でもあまりにも炭酸の威力が弱かった。あ、微炭酸だわ、これ。微炭酸の微炭酸ぐらい。普通の炭酸の4分の1ぐらいのあれだわ。やばいわ、これ。炭酸入ってることに気づかなかった。あまりに炭酸が弱すぎて。でですね、ハイサワーといえば、これですね。これ。このケツ。まあなんかほら、よく、こういうなんか、なんていうの？あるでしょ。なんかポスター的な、ね。
なんだ。ハイサーってこれ。やっぱり炭酸入ってたのか。でも俺これだったらあれだわ。100% のレモン果汁と炭酸水でこれやれるわ、これ。普通に。うん。代用できるわ、これ。で、この社長がですね、女性ですね。うん。で、どうでもいいんだけど、まあ、どうでもよくはないんだけどさ、こちら、梅だから、じゃあ梅じゃ、レモンだからちょっとこれ、ね、あれなだけで、これ普通にレモンの果汁、これ 100% のレモン果汁ってどこでも売ってるから、安くね。売ってるからあれだけど。これ、青りんご味とかありますからね。梅味とか。ライムとか。まあ、グレープフルーツもあるし。基本的に果汁が全部 10% なんですが、ライムだけ 10% 未満と書いてありますね。なるほど。なるほどね。はぁ。ハイサワーっていうのは、レシピ。美味しいレシピとか書いてあるけど。焼酎、香類。もしくは、おつ類とか、ウォッカ、ジン。ウイスキーでも合う。とかいろいろ、梅酒とか、日本酒でも割ってもいい、白ワインと割ってもいいとかっていろいろ書いてありますけどね。すごいですね。まあ、何でも割って OK みたいな。で、この社長が勧めるのとしては、他のサイトに載ってたんですけど、社長のおすすめはですね、女性のちょっとおばさんっぽいですけど。この社長のおすすめは、ピーチリキュール。白水社おすすめ割り方。ピーチリキュールとハイサワーの梅だそうです。はい。田中社長。おすすめの割り方と。はあ。でも、もっとディープなお酒を飲みたいという人はこちら。なんと、泡盛をハイサワーで割るといいらしいのです。ああ。なるほどね。俺はあんまり、泡盛ってあんま好きじゃないんですけど。じゃあ、このピーチリキュールで割りたいと思います。結構まだ残ってる、ピーチリキュールが。ピーチリキュールと、ね。ハイサワーレモン。ほんとこれ全然炭酸入ってないように見えた。マジで。炭酸入ってんのかよって感じ。もはや。炭酸入ってたのって、突っ込みたくなる。あ、
まりにマジ炭酸が弱すぎてさ、うん、乾杯。ああ、美味しいです。まあこれハイサワーって何かに似てると思いませんか。うん。まあいわゆるホッピーって有名ですけど、まああれに似た部類のやつですね。うん、何かで割る。主に焼酎、コール類で割ると。うん。でも、ハイサワーの梅。とかちょっと飲んでみたいですね。このね、ハイサワーのね、ホッピーのパクリがあるんですけど、ハイピーとかいう。わけのわからん名前のパクリ商品があるんですけどね。完全にホッピーのパクリだと思うんですけど。ホッピーと会社違うんだよな、これな。完全にパクリとしか思えない。ハイピーとかいう。ハイサワーのね。もあるんですけど。まあ、ホッピー美味しいですけどね。で、これちなみにこのハイサワーってこれいくらぐらいするのかと。これ1リットル入りのやつなんですけど、いくらするか。お値段驚きの、1本なんと260円。260円ですよ。皆さん。いいですか？炭酸飲料の1リットル、炭酸水だったら、100円未満で買えますね。で、さらに、レモン味の 100% レモン果汁も加えても、まあ、確実に200円でお釣りが来る。それなのに260円。高い。これちょっと残念ですね。うん。ね、ブログがあります。ハイサワーの白水社の三代目のブログ。さっき言ってたちょっとおばさんの社長のやつですね。このハイサワーの缶のやつもあるらしいですけど、強炭酸、強レモンって書いてある。まあ少なくともこれちょっと炭酸がむちゃくちゃ少ない弱いんで。ちょっと弱すぎるな、うん、なんでこんな弱いんだろう。俺個人的に強い方が好きなんですけど、だってもうシュワシュワってないでしょ。もう泡一つもついてないからね。本当に。
これちょっとハイサワー二つ押しですね。これは残念ながら。味としてもちょっと、イタリアシシリー産レモン使ってるとかいろいろ書いてあるけど、ぶっちゃけわからん。何のレモン使ってるかなんで、ぶっちゃけこっちとしては全く、もはやどうでもいい話。もう味でわかんないからね。これだったら炭酸水とレモン果汁 100% で使った方がいいわ。それ混ぜてやった方が全然いいわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。